はい、はい、行きます。はい、チーズ。はい、はい、じゃあ、ここ待ってるんで、はい、お願いいたします。こんにちは、川野優馬です。今日は見ての通りゲストの方にお越しいただいているんですけども、コーヒーを愛しすぎた男、岩崎大臣です。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、ライトアップコーヒーさんにまさかカウンターの中まで、ね、はい、入らせてもらえる。いや、わざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。来るなんて思ってませんでしたけど、一コーヒーマニアとしてライトアップコーヒーはそのずっと注目していて、はい、ありがとうございます。川野さんの動画もずっと見ていて、今日ね、ついにお会いできて、あの前編の動画が太蔵チャンネルの方で上がってますので、ぜひ見てみてください、ね、チェックしていただければと思います。で、今回はちょっと僕の方からいろいろお話聞きたいなっていうの と、 ぜひとコーヒー飲みたいなと思って、もしお持ちでしたら入れていただきたいなと思って持ってきたんです。川野優馬さんに飲んでもらいたいなと思うの2種類持ってきて。お、2種類、うん、っていうかパッケージめっちゃかっこいいですね、縦長の。この縦長、うちのオリジナルの袋作ってる、うん、これ結構強いフィルムで作ってて、うん、ガスが出てパンパンになっても破れない。あ、なるほど。パンパンの状態で我慢してお客さんのところまで届くっていう、はいっすね、ガス抜きバルブつけないっていう講習でやってる。ちょっと香りで、はい、どっちにするかしら。こっちは結構甘いフルーティーな香りがしますね、うん、こっちなんすか。なんか C はね、うん、何だか分かんないです。これすごいこう形容しづらいです。何の香りか分かんない。やっぱり分かってくれるかなというのが嬉しい。これ引っかかりがありますよ。これ何なんですか。これね、川野優馬さんが飲んだ時に何てコメントしてくれるかマジで知りたいなと思って持ってきたんですよ。こちら今フルーティーな甘みの強いやつはニカラグアのハカマラナチュラル、ニカラグアで、いわゆるスペシャルティー の、うん、あの美味しいナチュラルなんですけど、うん、まあちょっと深めに焼いてますけど、うちの EC の方で今月限定かなんかで出してる豆なんですけど、まあ、1ヶ月しかないんですけど、これは川野優馬さんのところもめちゃくちゃ面白い豆がたくさんあるので、面白さで言ったら別に特別なことはないかなっていうのはあるんですけど、こっちは逆に個人的には結構無個性の美学、無個性の美学、コムソーみたいなイメージ色で言うともう本当に白と黒の世界、白と黒の世界、戦国画とか。これ飲んでみたいです。これにしたいです。ライトアップコーヒーさんのコーヒーのイメージ、味のイメージとか、川野優馬さんが語ってるコーヒーのイメージ、すごいカラフルじゃないですか。そうですね、色がない状態って私が感じてるものを飲んだ時にどう感じるのかっていうのをすごい知りたくて気になる気になる、飲んでみたいです。一番色がないやつ持ってきたんですよ。これ飲んでみたいです。これ今日私が川野さんに入れようかなと思ってコーのドリッパー持ってきたんですけど、はい、せっかくなんで、ね、ライトアップアプローチでも入れてもらって、じゃあ僕のドリップで、うん、OK です。まあ一回も入れてないんでどういうアプローチがとかいうのないと思うんですけど、はい、初見でちょっと OK です。2人で同時に入れちゃおうかなと。ドリップしていいですか。はい、お願いいたします。道場破り風になりましたね。企画もやったことないです。豆持ち込んで店で入れる。俺のトリップと飲み比べしてみろみたいなね。やりましょう、やりましょう。和光コーヒーの上原さんとかがやりそうな企画ですけど、まあまあでも YouTube コラボでこうやってやらせていただいてっていうのは、はい、僕の方では初めて、うん、まあ、ちゃんと YouTube でコラボっていう形で、本当にね、嬉しい限りですよ、はい。まあ、これからこういう対決動画、川野優馬さんも対決動画そんなことはあんまりないのか。いや、なんかもっとね、人にフォーカスあって、僕はいろんな人、絶対コーヒー好きな人も何かをすごい持ってるんで、持ってますよ、ね、それをこう可視化させたいなという。そうじゃないとコーヒーにならない。まあそうですね、やっぱりね。その辺とか、川野優馬さんも完全なる変態だったってことが太蔵チャンネルの方のトークで暴かれてますね。だいぶ話しちゃいましたね。そちらもぜひ見てみてください。じゃあちょっと、はい、じゃあちょっと入れながらちょっとその辺僕も暴かせてください。こっちですか、はい。まあ、太蔵変態丸出しでやってるんで、そうです、暴くっていう感じにならないですよね。普段のとも 15g なんですけど、うん、深めの豆はやっぱちょっと水分飛んでて、うん、浅めの豆よりかはちょっとグラム数減らしてもいいのかなと思って、 14g でこれ入れますね。です、はい、ありがとうございます。ちょい粗にしようかな。200取るんですか最終的に。僕200取ります。200、はい、
14g にお湯ケトルに移して、多分ちょっとね寒いんでね、ケトルこれ常温が冷たいんですよ。だからちょっと一回お湯で温めて湯通しに使ってから90度ぐらいに使います。かわいいよこの色ですよね。月うさぎ使い込むとこうなるんだ。そう、こんなになるんですよ。ここめちゃくちゃたまんね、これしびれる。こことかこんなになるんですよ。え、これはなんかダメージがあったんじゃない、自然にこの指っすか。うわ、すごっ。カーのユーマの親指の先端でほうろうがすごっ、すごっ、こんなになるの。それはもうなります、それはなります。うわ、でもこのポットも年季入ってますね。これはあのキャンプに持ってて直火でお湯沸かしたりして、あ、直火の効果なの。これはもうだいぶね厳しく押し付けてますけど、じゃあ泰造も引いちゃっていいですか。はい、はい、このまま。うわー、これです、細かいです。さあ、じゃあペーパーもらっちゃいます、はい、じゃあ泰造の方は特に隣接せずで、おお湯何度くらいにします？90度ぐらいでもらえると。ああ、わかりました。アロさん何度なんですか？僕は92度、90度くらい。90ちょい、ちょい超え？そうっすね、うん、まあ、結構フレーバー出したいときは温度上げるんですけど、うん、白黒って言われたんで、白黒のフレーバー出せるのかなっていう、ちょっとじわじわやった方がいいのかなって思ったりもしてます。ちょっと温度下げて優しくみたいな。いや、本当に白黒なのかも含めて、本当にちょっと味見てもしかしたら色が出るかもしれない。かもしれないですね。ライトアップ式で入れると色が出るかもしれない。さあ、ギンギンに冷えたポットに入れまして、90度ちょっと下回るぐらい、ちょうどいい感じかな。今、88、うん、このぐらいでいきます。はい。じゃあ私の方はスタートしちゃいますよ。一緒に行きましょうか。あれだ、俺の方が絶対時間かかるから先にちょっとでください。じゃあ僕も入れていきます。おー、結構膨らむ。おー、なるほど。これはスプーン、きた、スプーンだ。混ぜ混ぜしよう。もうここでもう明らかに崩しちゃう人と違いますよね。ちゃんと綺麗にこう崩さない、1滴目まだ出さない。ここで今ようやく1滴目、うん、絶対違う味になるじゃないですか。はいはい、誰かにやってもらいたかったんですよ。それは楽しみですね。コーヒーはもともと何で好きになったんですか。きっかけはね、吉祥寺なんですよ。あ、そうですか、まさにこの店がある吉祥寺。地元がまあ吉祥寺近かったんで、はいはいはい、吉祥寺のコーヒー屋とか高校生のこといろいろ言ってたんですけど、はいはいはい、河野さんも話聞いてたらかなり若い時からねコーヒー取り憑かれちゃっ て、まあ僕はそうですね、大学生の時だったんですけど、俺高校2年生の時に、はい、吉祥寺の井の頭公園の横にあったモカ、はい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 、吉祥寺モカのしめぎさんのコーヒーを飲んで、はい、まあ目覚めちゃったっていうか取り憑かれちゃったっていうか、何がそんなにこう引っかかったんですか。あ、まさにこういうことかもしれないですね。こういうこと、自分でコーヒー入れてたんですよ、はいはい、毎朝。あ、そうですか。そうなんでそれ最初入れ始めようと思ったんですか。それはね、友達が高校生とかで缶コーヒー飲んでるの見て、俺も缶コーヒー飲むとかっこいいかなと思って飲んでたんですけども、もうちょっとかっこよくなるには自分で入れたレギュラーコーヒーのが大人なんじゃないかみたいな、そういう背伸びでコーヒー飲んでたんですよね、最初は。なるほどなるほど。で、近所で買ってきたものとかスーパーで買ってきたものとかなんかよくわかんない豆を入れてたんですけど、はいはいはい、全然コーヒーにならないじゃないですか。はい、スーパーで買うとね、まあ膨らみもしない。なるのが偉いっていうわけではないんですけど、うん、なんかコーヒーの教科書とか、うん、その当時の NHK のコーヒー講座みたいなやつを見てて、膨らむ方が美味しそうだなっていうのなんとなくあって、うんうん、そこで突然モノ本に出会っちゃったんですよ。それが吉祥寺モカでした。コーヒーの粉にお湯が当たった瞬間に、はい、わーっとこう反応するじゃないですか、はいはいはい、まるで生き物みたいに感じたんですよ。あ、確かにね、恐怖心みたいな、はい、ものだと思ってたら生きていた、はいはい、生きていた、生きていた、やばいな、生きていたんです。それを気づいてしまったのが17歳の時で、そこからコーヒーが自分の中に何か特別な場所を、なんかあの瞬間なければコーヒー屋になってなかったかもしれないなって気がしますね。やっぱでも元々やっぱ音楽やってたんですよね。そうそう、高校生の頃は音大受験の訓練をしてて、まあ、音大に行って卒業して音楽の仕事をしてたんですけど、まあ、音楽とコーヒーってほとんど同じなんですよ。
ほとんど一緒。ほとんど同じですよ。なるほど。なんか映像とかカメラとか、はい、それもコーヒーの味にかなり近いところないですか。まあ確かにね、色合いとかアングルとか、そうですね、画角とか距離感とか、そうですね、多分味もこう視覚情報も聴覚情報も、うん、ほとんど同じなんですよ、人間の中で処理してるんで。なるほどなるほど。だから音楽をやってきた気持ちでコーヒーと向き合ってみたら、まるでこれバッハじゃねえかみたいな。おお、なるほど。何なんだみたいな、なんかその音楽的な目線でコーヒー面白がるっていうことを結構音楽家時代にやってたんですよ。ああ、なるほど。この飲み比べは楽しみだな。ちょっとパスタこれでいきましょうよ。見たいですか。見て見て。この道からしても、僕ちょっとやっちゃってますよ、端っこ。いやいやいや丸い方がいいとかいう話じゃないですね。粉が軽すぎるから。そう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 。思わぬ軽さで。さすがに軽すぎるでしょ。じゃあそっち2つ入れましょうか。はい、色はどうですか。ほとんど近い。僕の薄い。ちょっと明るいよね、薄いっていう。ああ、そうかもしれないですね。そんなに違わない。うん、じゃあこれが僕のこれ。大豆入れまで。いや、楽しみ。これはね、ラオスのコーヒー、ラオスの白黒のフレーバーのコーヒー、いってみましょうか。はい、では飲み比べ、飲み比べいただきます。あ、川野さんのチャンネルでやっちゃいましたけど、あ、もちろんもちろん気にしないで出し、どんどん出してください。先に自分の飲もうかな。ちょっとじゃあ僕はね、レシピは 14g に途中で入れてちょっと濃くなっちゃうかなと思って、優しくしようと思ってお湯ちょっと増やしました。14に250のお湯で努力します。優しさすごい。あ、本当ですか。優じわにしようと。優じわ、優しくじんわりね。そうそう、優じわ。あ、大蔵さんの方がパキッとしてて、はいはいはい、白黒のコントラストがはっきり見えます。ああ、パキッと白黒。はい、パキッとしてる。僕のはなんかじわグレー、グレーにくっつく。白と黒がうまくこう合わさって混ぜちゃって、そうなってるかも。混ぜちゃってるんで、それがいいのか悪いのかってことですけど。うん、ラオスのカチモールのフルシティですね、焙煎度でいうと。で、タイゾーレシピの方はお湯の温度88度に対して、まあ粉量が 20g で、抽出量は220ぐらい最終的に取りましたね。うん、時間もそんなに長くかけてないんで、3分ぐらいで上がってるかなと思いますけど。うん、あ、でもこのほんのり柔らかい感じは本当にライトアップテイストになるんですね。あ、なってます。甘みで包んでるから。そうそうそう、うん、優しくふんわりしたいっていう。ちょっとでも最初白黒って思いましたけど、うん、僕の方の方がちょっと酸が感じるんですよ。あ、で僕の方で言うとほんの少し焼きオレンジ感が、焼きオレンジ感、もう結構がっつり炭の中にぶち込んだ身が黒焦げなんだけど、剥いたら身はちゃんと熟熟になってるやつがちょっとあります。めっちゃ笑ってる。言われてみたらあるかも。すっごいちょっとね。そう、だから色がないっていうことは多分ないんですよ、はい、本当は。で、分かりやすく説明するためにモノトーンの美学とか言うんですけど。いや、分かります。ある、でも確かに分かります。うん、やっぱこういうコーヒーの方がなんかこう考えないというか無になっていけますよね。そうですね、なんかスーッと入ってきて、そうそうそう、リセット、本当に心がリセットされるって感じがします、うん、なんかフレーバーいっぱいあるとつい頭の中を駆け巡っちゃうんですよね、フレーバーが。で、考えちゃうんですよね、わ、このフレーバー、ね、これはそれがないから逆にストンとこうリセットしてくれる。仕事中とか考え事してる時とか、その時にはいいかもしれない、うん、いや本当に。今日は太蔵から の, あのお土産ってことでこういうコーヒーね持ってきました、ね、ありがとうございます。どうですか、こういうタイプのコーヒーは。こういうタイプのコーヒーは普段飲まないんですけど、正直、まあどっちかというと朝入りばっかり飲むんですけど、うんうんうん、美味しいですね、全然。美味しさがちょっと違いますね。違いますよね。気分がちょっと変わる。どっちかというとなんか僕の朝入りは上げていく方だと思うんですよ。上げていく方、はい、ライトアップ側でしょ。ライトアップ側これはこうよりじわらせるタイプ、リラックスさせて肩の力抜いてスーッてさせてくれるタイプで、どっちも美味しいし、シーンによってとか使い分けるのもすごい、うん、これはやっぱ夕方に飲みたいですね。日が落ちかけぐらいに。今日一日いろいろあったなと。で、ここで一回リセットして、もうちょい頑張るかのところぐらいとか、ね、で、ちょっとスッと待って。分かる、うん、夕方とかって結構自分の中の感情もいろいろこう複雑な状況になってるし、自分の中がね、こう色がいろいろこうある状態になっ
そうですね、あえてモノトーンいいかもしれないですね。そうですね、そうですね、うん、いや僕の両親も実は音楽やってたんですよ。はい、全然あの大してあれなんですけど。いやいや、どういうチャンクラシックジャズ系をやってます。ジャズ系をやってた、はい、やってる今もや、今はまあ本当趣味程度な。じゃあ実家帰ると大人ってるんだ。そうです、そうです。最高じゃないですか。父がベースやってて、母がピアノやってるんです。うわ、すげえ。でも僕何もできないんですよ。そんなことないし。一回ピアノやってみてみたいになって、うん、だるいみたいになって、やめ、あ、違うわってなったんですよ。そうなんだ。さっきの話はおじいちゃんは写真家だし、はい、アート系のなぜか家なんですね。あんまり実感しないんですけどね。いや、アート系ですよ、どう考えても。そういうことを教育でやったわけじゃないんで、うんうんうん、普通に学校行ってたんで、いや、でも直感で壁をこの色に塗る人とかなかなかそういないですよね。これがやっぱり川野ゆまさんの何とも言えない魅力なんでしょうね。この感覚的な部分、緻密な理屈の部分と感性で、ね、ふんわりと全体的にこう捉える、まあ天才なんですよ。いやいやいや、今日話聞いてめっちゃ言語化能力がすごいですね。なんかそうですかね。感覚、いや僕奥底で感覚的だと思ってるんで、うん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 、でその奥底の感覚が、まあ、どうレベルかどうか分かんないんですけど、うんうん、絶対話がこう合うなって思ってたんで、お話できてよかったなと思いますし。いや、本当ですよね、うん。まあ、泰造の変態性については改めて語るまでもない、語る今でもないどういうそんなにあれなんですよ、変態的なこだわりを持ってるとかいうことがなくて、改めて語るまでもないっていうのは、泰造チャンネルで500本動画が出てるんで見てくださいっていう意味じゃないですよ。別に500本やばい、そういう意味じゃないですよ。もう2年間で500本、マジっすか、やばいっすよね。多い多い多い、やりすぎてどんなネタをやったのか思い出せないぐらいいろいろやりましたよ。 SAJ シーズンやばいっすよね。いろいろ出ましたね。まあ、それを見てくださいとかいう意味じゃなくて言ってるんですけど見た方がいい、見た方がいい。いや、もう今更見切れないっすよね、多すぎて。いや、っていうのは自分としてはコーヒーはただただ面白いと、自分はどう思うかとかもうあんま関係なくて、ただただ面白いなと思ってることがすごい重要だと思うんですよ。うん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 、それをその自分に気づけるかどうかですか。そうですね、だその場所にいられるかどうかとか、はいはいはい、だ音楽もめちゃくちゃいろんなジャンルあるじゃないですか、はい、でどのジャンルもそれぞれ素晴らしいし、はい、素晴らしいアーティストがいっぱいいて、はい、でそれを面白がってるポジションっていうのは最高だなって常々思ってて、だから自分が変態かっていうのは結構自分としてはどうでもいいと思ってて、変態がいっぱいいるってことに気づける状態が大事なんですよ、自分にとっては。だからレコード屋に行ってこうやってバーってレコードをディスユニオンで探してるような感覚っていうか、あ、そこか、その感じか、その感じ。自分はあくまでもそれを楽しみたいだけで、あ、もう本当に純粋な気持ちですね。いや、今日のこういういつも自分が入れてるコーヒーを川野さんに入れてもらったってことがめちゃくちゃ今嬉しいですね。いや、よかった、それは全然違う世界が現れてる。確かに違って面白いですね。よく飲む産地とかあるんですか。なんで今日ラオスを。ラオスって結構珍しいと思うんですけど。そうですね、ラオスもね、5年前に実際に産地に行ってカチモール買い付けてきたんですけど、はいはいはい、本当にこのブレンドに使いやすいし、ロブが血の中に入ってるじゃないですか、カチモールって。だからアイスコーヒーとかエスプレッソにした時にパキッとするんですよね、角が出るとか、完全にそうですよ、コントラスト。すっごい気に入ってて、もう5年ずっと使い続けてるんですけど、実は自分が好きなのはエチオピアンナチュラル、柔らかくてこう明るいコーヒーが好きなんですけど、これはね、なんだか魅力がよくわからないのに好きだっていうことがずっと気になってて、だいたいなんで自分がそう思うのか自分でわかるタイプなんですけど、感覚的にってことがあんまりできない。このラゴスに関して感覚的に好きっていう結構珍しい。あ、そうなんですね。コーヒーあんまり面白いです。魅力がよくわからないのに好きだなって、ただちょっと飲んでもらったんですよ。いや、こういうコーヒーいいっすよね。いや、コーヒーいいっすよねって川野ゆまさんが言っちゃうのが今驚きですけど、いやいや、なんかやっぱ個性多いと疲れちゃうじゃないですか僕が言うのもあれですけど、それは分かります。僕も飲むお店でも疲れないようにバランスよくしっかり甘く、個性とバランスの両立をずっと焙煎でもチェストを目指してるんで、だからフレーバー立ちすぎてもそうですね、わーってなるけど、なんかそれが果たして続くのか、循環するのかでいうと厳しいところがあると思うんですよ。前半の動画で川野ゆまさんが入れてくれたコロンビアのコーヒー、
これも酸味をきれいに甘みがくるんでる、うん、素晴らしいバランスで今の言葉がまさにその味に出てますよ。ああ、よかったです。ライトアップの味で本当に美味しいですね。この話あと1時間ぐらい続けたいと思うんですけど、そうですね、お店もすぐオープンでしょ。そうです、まもなく。朝から来てもらってなんか本当すみません、とんでもないです。ライトアップコーヒーにいらしたことのない方はほとんど今いらっしゃらないと思いますけど、ご覧いただいている方の中でライトアップコーヒーでしか味わえない味があるんだなっていうのを今改めて認識しましたね、うん、一コーヒーファンとして。やっぱこういうのが店の良さですよね。あれです、人が作っている良さ。そうですね、やっぱ結局コーヒーは、ね、人だと思いますし、人の感覚がやっぱ大事なので、生産者ももちろんそうですけど、伝え手の感覚でどう切り取るかが決まって、どういう体験になるか決まるじゃないですか。そういうことなんですよね。そういう点でいくとライトアップコーヒーの店頭にまたちょいちょい、ね、はい、話してもらいたいと思いますけど、吉祥寺ではあんまり会えないんでしょうか。お金も引きこもってるんですよ、ずっと引きこもりなんで。もう、はい、どこにいるんですか。家かオフィスにいて店頭でなかなか会えな い, ない幻のキャラになったんですね。なんですよ。でも2023年から復帰しようかなというか、復帰、はい、店頭にちょっと立つタイミング増やそうかなと思って、ぜひその時は。最高じゃないですか。太蔵さんはお店とかはなんか会える時あるんですか。体質はあの焙煎所に週に何回かいますけど、近いですよ、尺で。ああ、そのうち遊びに来てみてください。今度遊びに行っていいですか。そう、40年ものの富士の缶ネップがあります。10キロでしたっけ。うち10キロ。そうです、うちも富士なんで、富士仲間です。ですよ、私と遊びに行かせてください。楽しみですよ。また川野ゆまさんのチャンネルに登場させてもらえていいなとほんのり思ってますので、はい、またご視聴いただいている方はまさか川野ゆまチャンネルに太蔵が登場って驚かれたんじゃないかなと思いますけども、まあ、ご近所だし、はい、また仲良く引き続きお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。ますぜひ、まあ、前編であのお話してる太蔵さんのチャンネルの方概要欄に貼ってますので見ていただきつつ、はい、あのまあ、今後とも多分お話しする機会があるといいなと思ってますので増やしていきたいと思ってますので、はい、また引き続き見ていただきたいと思います。お願いします、はい、そんなわけで、まあ、今日は白黒のコーヒーを飲みましたけど、ね、普段のカラフルなコーヒーと全然違いますけど、うん、これもコーヒーの良さなんです。こういうコーヒーでも一緒に、ね、楽しんでいけたらと思います。はい、じゃあ見ていただいてありがとうございます。コーヒーを楽しんでいきましょう。ハッピーなコーヒーライフ。